はるも。皆さんこんにちは、のりしです。ということで、本日はですね、視聴者からリクエストがありました本棚紹介やっていこうかなと思うんですけども、まずちょっとね、もうちょっと奥さん見ちゃってください。もう鬼滅の刃のフィギュアちょっと映っちゃってますけど、まずはですね、本棚の全体像を映していきます。全体像こんな感じです。ドドンということで、ちょっとね、ちょっと狭いんですけど部屋のね、もう半分くらいもうちょっと見えちゃってますけど、もうこんな感じですよ。はい、ということで、まずはですね、このでっかい本棚からね、紹介していこうかなと思うんですけど、こちらの本棚ですね、右側にはだいたいバトル漫画系を置いていて、で、左側にはですね、ラブコメ系を置いております。ということで、まずこちらのでっかい本棚の右側から紹介していこうかなと思うんですけど、その前にちょっと気になりますよね。はい、本棚の上にはですね、ちょっとぬいぐるみをですね、たくさん置いております。こんな感じでね。はい、置いております。でね、地震が来た時ちょっと怖いので、突っ張り棒なんかもちょっとね置いてあります。でね、こちらにはですね、進撃の巨人のねポスターがね飾ってあるんですけども、ちょっとそんな話は置いておいて、はい、早速ね、この本棚からね紹介していこうかなと思うんですけど、もうね見えちゃってますね。はい、まず1段目、進撃の巨人です。進撃の巨人が1巻から、33巻までね全巻揃っております。で、次巻最終巻ということで、むちゃくちゃ楽しみです。でね、僕ね、マガポケっていうアプリで最新話まで読んでるんですけど、最終回どんなね展開になるかマジで予想できないんですよ。ということで、めっちゃ面白いんでね、これおすすめなんですけど、マジで楽しみということで、はい、あとちょっとでね、最終回もう完結しちゃうよということで、もうちょっとペース早めないとということで、次ね行きます。はい、もういい、早速いきなりなんですけど、はい、2段目です。はい、呪術廻戦でございます。はい、ということで、呪術廻戦が0巻から15巻まであって、で、0巻がね、映画化決定したということで、僕、呪術廻戦読んでる中で一番面白かったのは0巻なんですよ。だね、0巻ね、映画化結構ね、マジで正解だなと思ってて、うん、もうちょっと語るのやめようか。うん、語ると長くなっちゃう。ということで、0巻めちゃくちゃ面白いんですけど、呪術廻戦おすすめの漫画です。はい、ということで、このね、隣にはもういきなりね、鬼滅の刃のフィギュアがね、置いてあるということでね、呪術廻戦の横なのに、いきなり鬼滅の刃のフィギュアを置いてあるということで、もういきなりなんかよくわかんないですけど、はい、おにぎりを食べております。かわいいですね。ということで、3段目行きましょうか。3段目、鬼滅の刃のコーナーでございます。はい、鬼滅の刃の DVD がね、いきなりここにね、なんでここにいきなり DVD あんの、うん、なんで3巻しかもよくわかんないんですけど、まあ、鬼滅の刃の、はい、DVD があります。で、鬼滅の刃の鬼滅の刃が第1巻から第23巻最終巻まであります。で、こちらはですね、小説ですね。小説がこう3つあって、外伝があって、なぜか鬼滅の刃の公式ファンブックの2があるということで、1はどこに行ったということでね、まあ、よくわからないんですけど、後藤家小春先生の短編集なんかもね置いてあります。で、こちらね、もう映画ね3回特典ねもらったのちょっとバレバレなんですけど、特典があります。でね、こちら5段目かな、4段目、はい、約束のネバーランドということで、0巻こちら公式ファンブックですね。で、0巻から20巻最終巻まで一応もう全部あるんですけど、 まだねちょっと読めてないんですけど、約束のネバーランドね、めちゃくちゃ面白いです。マジで漫画面白いです。アニメは最悪なものになってるけど、漫画めちゃくちゃ面白いです。ということでね、約束のネバーランドもおすすめ漫画なんですけど、こちら小説なんかもね、あってね、小説はまだ読んでないですけど、小説が置いてあります。んで、こちらね、お約束のネバーランドっていう外伝ですね。外伝が置いてありますね。うん、まだ読んだことないんだけどね。うん、でね、ここにね、なぜかね、このスバのアクアのフィギュアが置いてあるということでね、ちょっとわけわからないんですけど、はい、思考を無視していきましょう。はい、第5段目ですね。第5段目はこちら、永遠の消防隊がありますね。永遠の消防隊が0巻からもう27巻まで置いてあるんですけど、永遠の消防隊もなかなか面白い。うん、アニメはね結構好きでね、全部見てるんですけど、結構面白いですね、永遠の消防隊。ということで、こちらもおすすめなんですけど、もうちょっとどんどん行かないとねやばいんでね、僕のねヒーローアカデミアということで、6段目は僕のヒーローアカデミアが置いてあります。はい、ということで、こちら1巻からね、9巻まで出ております。で、本日ね30巻発売なんですけど、ちょっと30巻はまあ今度買ってきますということで、まだね僕のヒーローアカデミアね、最近買ったばっかりでね読んでおりませんということで、次行きましょうひどいな、ひどいな、ちょっと本棚紹介ひどいな、読んでないとこ ダメだろこれ。7段目かな、7段目は、こちらドクターストーンが置いてあります。ドクターストーンめっちゃ面白いんですよ、これね、これ読んでくださいよ本当に。で、こちら1巻から19巻まであって、20巻はちょっと今度置きますね。
うん、ちょ、Amazon でポチっときました。ということで、その隣にはで、その隣にはですね、アクタージュが置いてあります。アクタージュ、こちらね、もう非売品となってしまったので、かなりレアなんですけど、こちらまずね、全巻あるということでね、ちょ、レアなんですよ。ちょ、そんなことはどうでもいいと。次ね、早々のフリーレンというね、漫画ですね。こちら2021年の確かね、あの漫画大賞をね、取ったね、作品でございます。ということで、まだちょっと読めてないんですけど、めちゃくちゃ面白いよとおすすめされたのでね、ちょっと買ってみました。早々のフリーレンということで、ちょっと読んでみようとね、思うんですけどね。こちらが4巻までありますね。で、ここに、破壊師マグちゃんっていうね、漫画があるんですけど、こちら少年ジャンプで今連載してる漫画で、まあこちらがね、1巻から3巻までね、置いてあります。でこれね結構ね面白いですよね。あのケロロ軍曹みたいな感じで可愛い系なんですけど、なかなか面白くて買っちゃいました。でなぜかドメスティックな彼女の最終巻がなぜかここにあるということで、これはちょっと無視していきましょう。さあついにラブコメコーナーということで、はい、やっとねラブコメコーナーに入れたよということで、もうどんどん紹介していきましょうか。はい、こちらかぐや様は告らせたいというね、漫画でございます。こちらのね、漫画が1巻から、20以下まで、最新巻まで置いてあります。そしてね、ちょっとここはちょっと、伏せておきます。はい、かぐや様は告らせたいの何かがあります。はい、続いてね、推しの子という漫画があります。こちらね、なんだこれ、揃ってないぞ。なんだ、1、2、3ってなってるけど、まあ、よくわかんないけど、推しの子っていう漫画なんですけど、こちらめちゃくちゃ面白いんですよ。少年ジャンププラスで無料で読めるんですけど、僕はちょっと単行本もね欲しくて買っちゃったんですけど、めちゃくちゃ面白いんですよ。ということでマジで推しの子面白いんで皆さん読んでみてください。そしてね、こちらには小説の神様という漫画があります。これなんで買ったかっていうとですね、橋本環奈さんが実写映画化決定したということで、僕はちょっと原作も気になって原作もチェックしちゃったんで、ちょっとそれでね、あの1巻から3巻まであるんですけど、小説の神様ね漫画ね結構面白かったんでね、ぜひぜひ読んでみてください。そしてね、こちら僕は端っこが好きという漫画なんですけど、こちらが女王と下があって、これはね確かねもらったんだよね、誰かからね、あのもらった漫画ですね。はい、ということで次行きましょう。はい、2段目はですねこちら彼女をお借りしますということで、彼女をお借りします、めちゃくちゃいいラブコメね、もうこれもう大好きなのよ本当に。漫画のラブコメの中では一番ね好きなね漫画ですね、彼女をお借りします。こちらが第1巻から、19巻までありますね。で、そして彼女人見知りしますっていう、こちらがですね、なんかね、外伝みたいな感じですね。こちらが1巻と2巻があって、はい、続いて恋と嘘という作品がございます。恋と嘘という作品が1巻から11巻まであって、これはちょっとまだね、漫画読めてないんですけど、アニメ見てね、買ったんですけど、まあまあ面白かった。で、買ったんですけど、はい、ちょっと続きを読みたいなと思ってます。はい、そしてね、おすすめされた、ラブコメ格好の稲漬けという作品なんですけど、こちらがですね1巻から5巻まであるんですけど、ちょっとねまだ読めてなくてね、ちょっと今後ね早く読みたいなと思っております。はい、続いて第3弾目いきましょうか。第3弾目はこちら、寄宿学校のジュリエットという作品になります。こちらはですねアニメがね結構面白くて、それでちょっと続きが気になって買っちゃったんですけど、まだちょっと読めてないよということで、読めてない漫画多いね。買って満足しちゃう系のあれね人なんですよ。ちょ、良くないね。ちょっと早く読もうと思ってます。でね、こちら5等分の花嫁ですね。5等分の花嫁が1巻から14巻まで、ございますよということで、5等分の花嫁はね全部読んだんですけど、むちゃくちゃ面白かった。むちゃくちゃ面白い。普通に面白い。漫画おもろいよということで、僕は二の推しだったんで、ちょっと二ののね、キャラクターブックなんかもね、置いてあるんですけど、はい、そしてね、なぜかこちらに鈴宮春日のフィギュアが置いてありますよということで、はい、置いてありますよということで、次行きましょうか。はい、第4弾目はこちら、ニセ恋でございます。こちらは少年ジャンプの結構古いラブコメですね。なんですけど、ニセ恋はね、割と面白いんだよね。僕アニメで見ててね、面白いなと思って、ちょっと最終回までちょっと全然アニメ化しないからさ、ちょっと最終回の展開ちょっと気になるなと思ってね。まあ大体予想はできるんだけど、まあそれまでちょっと気になるなと思ったので、ニセ恋買ってみました。ニセ恋が1巻から25巻までございます。はい、こちら最終巻なんですけどね。で、続いてこちらが僕たちは勉強ができないという作品になりますね。僕弁ですね。僕弁が1巻から13巻まで、ちょっとこれ最新巻まで全然ないな。半分ぐらいしかないんですけど、あの僕弁がちょっとまだ、ね、全然読めてないんですけど、あの僕弁があります。はい。そしてなぜか、はい、
ちょっとわからないです。言葉の花嫁14巻があります。どうなってんだこれ。ということで、はい、第5弾目はですね、からかい上手の高木さんがありますね。からかい上手の高木さんが1巻から15巻まで、これはもう最強の最強、もうね、めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。これ癒されるんだよ、本当に癒されるんだよ。からかい上手の高木さんっていう漫画が、15巻まであります。それでね、作者の山本先生の別の作品なんですけど、それでも歩むは寄せてくるという作品になりますね。こちらが1巻から6巻までございます。でね、これもね結構面白かったですね。で、そして続いてこちらですね、はい、その奇世界人形は恋をするという漫画なんですけど、これちょっとまだ読めてなくて、読めてないんだけど、めちゃくちゃ面白いよとおすすめされたんでちょっと買っちゃいました。ということで、次行きましょうか。次はですね、この可愛いだけじゃない式守さんということで、これもねちょっとおすすめされてね買ったんですけど、まだ読んでないのよ。ちょっとダメじゃないということで、次ね、はい、こちらなんですけど、薬屋の独り言ということで、こちらもねおすすめされて買ったんですけど、まだ読んでないのよ奥さん。これもダメじゃないか。ちょっとダメなのに、もう次行こう。ということで第6弾目なんですけど、第6弾目はですね、こちらですね、ゆるキャンということで、ゆるキャンめちゃくちゃ僕の大好きなアニメなんですけど、それのね原作になりますね。ちょっとゆるキャン漫画で読んでも結構面白いんで、ちょっとね結構買ってるんですけど、ゆるキャン最強ね。ゆるキャン最強。本当にもうなんか心が落ち着くのよ、もう。そういうこと。ということで、次ね。はい。ブルーピリオドという作品になりますね。ブルーピリオドという作品が1巻から9巻まで置いてあります。こちらですね、TV アニメ化も決定したということで、めちゃくちゃ面白い作品なので、皆さん読んでみてください。さあ、こちらになぜか異世界おじさんという作品が紛れ込んでおりますけども、ここはちょっと通過していきましょうか。はい、つむじまぐりスプリングスという作品が1巻、2巻まであるんですけど、こちらの作品ね、ちょっとね、まあ、ちょっとまあまあまあ、危ないね、危ないチックなね、ちょっと系のね、やつなんですけど。ちょっと面白かったんで買いました。はい、ということでね、ちょっとあんまり有名じゃないと思うんだけど、面白かったですよ。はい、ということで、続いてね、こちらですね、オタクに恋は難しいということで、これめちゃくちゃ好きなのよ。オタ恋という作品なんですけど、これめちゃくちゃ好きなんだよね。なんかちょっと大人チックのなんかね、恋愛とちょっと子供感が混ざったような感じの恋愛がね、ちょっと面白くてね、普通にちょっとオタ恋おすすめよ、あなた。ということで、ね、こちらがね、1巻から10巻まであります。でね、こちら、ジョゼと虎と魚たちという作品ですね。こちらがジョーとゲがあって、これ映画化した、作品なんですけど、ちょっと映画見に行けなくてね、原作を買ってね、ちょっと読もうかなと思ってるんですけど、まだ読んでないですね。はい。ということで、次行きましょう。はい、来ました。地獄楽という作品ですね。TV アニメが決定しましたよね、地獄楽。これ面白いよ。ねえ、これも面白いよ。少年ジャンププラスで読めるんですけど、これ面白いよ、本当に。ということで、ちょっと見えちゃってますけど、地獄楽がまあ12巻まであって、で、チェンソーマンが1巻から11巻まで、第1部完結まであるんですけど、ちょっと埃が落ちて、埃が落ちて、チェンソーマンがですね、はい、こちらもね、なんかね、斬新な感じのね、漫画だよね、これね。チェーンソーマン、ちょ、おすすめですね。はい、こちらもね、結構面白いんですけど、はい、はい、続いて、マッシュルという作品ですね。マッシュルが1巻と2巻置いてあります。マッシュル。こちらの作品、ジャンプで今連載してんのかな、だったんですけど、ちょっとハリーポッター感あって、ちょ、面白いですよ、結構。結構面白かった。で、マッシュルおすすめなんですけども、まあ、なんか2巻までしかないですね。5巻ぐらいまでしか出てたんだけど、2巻しかないっていう。信憑性ないよね。面白いって言ってるやつが2巻までしかないって、もう信憑性ないよ。はい、ということで、次ね、怪獣8号という漫画になります。怪獣8号。こちらね、もう大好きなんだよ、怪獣8号。これもう個人的には、呪術廻戦よりも上。めちゃくちゃ面白い。鬼滅に匹敵する面白さがある。これは面白いよ、本当に。みんな怪獣8号早く読んで。早く読んで、マジで。本当に、マジで面白いよ。もうちょっとマジで面白い。というしか言えない。もう本当に面白い。王道系の少年ジャンプ系っぽさのある王道系のやつなんですけど、めっちゃ面白いですね。でね、続いてこちら、スパイファミリーですね。スパイファミリーが1巻から6巻まであるんですけど、これも面白いんだ。これも面白いよ。奥さん、ちょっと手に取って読んでみてください。スパイファミリーね。めちゃくちゃ面白い、本当に。僕が買った時結構前だったんですけど、もうね、今ね、1000万部ぐらい確かね、行っ
ってなかったっけな、だ結構もうあのかなり人気が出てる漫画でございます。早くこれアニメ化してほしいよな。アーニャっていうねキャラがいるんですけど、めちゃくちゃ大好きなんですよ僕アーニャめっちゃ好きなんですよ。早くアニメ化してみたいなと思ってます。はい、続いて僕の心のヤバいやつというおすすめされた作品であり、こちら確かね次に来る漫画大賞を取ってるね作品なんですよね。でこちらの作品が1巻から4巻まであるんですけど、まだ読めてないんでちょっと読もうかなと思っております。はい、はい、ということで一番下の段にはですねこんな感じでジャンプがバーっと置いてありますね、そしてこちらはですね、マガジンなんですけど5等分の花嫁の最終回の時のマガジンですね。でこれがエヴァンゲリオンの映画特典ですね。はい、でこちらエヴァンゲリオンのパンフレットがあって、でこちら鬼滅の刃の劇場パンフレットがあって、でこの下にはこう鬼滅の刃のグッズとかね置いてあるんですけど、おお、なんだなんだ、なんだこれは、なんだこれは、買ったことを忘れてたぞ、買ったことを忘れてた。こちら鬼滅の刃の画集ですね。あー、これ見たわ、これめちゃくちゃ良かったんだよ。これね皆さん鬼滅の刃好きな人には本当買ってほしいなと思う。画集ですね。これはちょっと本当に良かった。見ててめちゃくちゃ良かった。本当に感動したんだよね。めっちゃいいなーってなってね。感動しちゃったんですよね。ということで次のね、本棚行きましょうか。ちょっと長くなっちゃったんですけど。こちらざーっとじゃあ紹介していきましょうか。はい、まず次の本棚はね、こんな感じでちょっと小さい本棚があるんですけど、この本棚の上にはですね、フィギュアが置いてありますね。こちら、このスバのメグミンのフィギュアです。はい。で、こちらが、エヴァンゲリオンのアスカのフィギュアになりますね。この、アップしようよということで。はい。こちらの本棚にはですね、こんな感じで小説がバーンと置いてありますね。で、こちらがライトノベルなんですけど、青春豚野郎という作品があります。で、こちらがめっちゃ好きな作品なんですけど、こちらがですね、1巻から11巻まで置いてあります。そしてですね、さっきからね、フィギュアで登場しておりますこの素晴らしい世界に祝福をということで、このスバのですね原作が1巻から17巻まで最終巻までありますね。でこちらはですね、アニメ化全然ね続編決まらなくてね、早くね続き見たいなと思ったらね、あ、まあ読めるやんと、原作で読めるやんということで買っちゃったんですよね。ということで次行きましょう。はい、もうバーッといっちゃいますよ。鈴宮春日の憂鬱という作品が、こちらが1巻から12巻までございます。はい、こちらおすすめなんでね、ぜひぜひ読んでみてくださいということで、続いてねエロ漫画先生ということで、ちょっと危ないな、ちょエロ漫画先生が、1巻から11巻まであるんですけど、こちらちょっと卑猥な作品ではないですよ。卑猥な作品じゃないですよ、普通に面白い作品ですよ。タイトルがちょっと危ないですけど、エロ漫画先生という作品がございます。こちらねおすすめのね、はい、作品になりますね。アニメでもちょっとやあるのでね、ちょっとぜひぜひ見てみてくださいということで、こちらヒゲを剃る女子女子高生を拾うという作品が1巻から3巻まであるんですけど、こちらもちょっと卑猥な作品ではないですよ。結構面白い作品だったんでね、はい、こちらもね春アニメやるということで、ぜひぜひねちょっと見てほしいんですけど、僕もちょっと見ようかなと思ってます。で続いてですね、リーゼロから始める異世界生活という作品が1巻2巻あるんですけど、はい、なぜ2巻かしかないのかちょっと不明でございます。はい、ということで続いてね、新海誠監督の作品の小説がバーッとありますね。はい、ということで、続いてこちら君は月夜に光り輝くという小説なんですけど、これはめちゃくちゃ面白いので、ね、ぜひぜひ見てみてください。そしてね、君の膵臓は食べたいという小説ですね、隅野夜さんの、ね、作品ですね。で、また同じ夢を見ていたというこの2つの作品があるんですけど、これ面白いですよね。この作品はね面白いんで見てみてください。で、なんかあれね、ちょこの辺を飛ばしていこうか。僕らの七国間戦争っていう作品読んだことありますね。めちゃくちゃ面白かった。で、これはなんで、なんでこんなのがあるんだ、余裕はあんねんな。はい、ということで続いてこちらワンピースですね。はい、漫画ね、本棚に入りきらなくて、ワンピースだけこっちにあるんですけど、ワンピースがこれ1巻からブーッブーブーブーってきて、こちら70、なんでこの72巻ここにあるんだ ?82 巻まであります。一応これ、ちゃんと82巻まで全巻ありますね。なんで80巻2巻あるんだ82巻までありますね。はい、ということでワンピースめちゃくちゃ面白いんですけど、ワンピースちょっと長いよね。30巻ぐらいまでは結構いい感じのペースでいけるんで、そっからちょっとぐだっちゃう時があってね。
ワンピースはね、最新刊まではもう買ってないんですよね。そう、見てもいただけたら分かる通り90何巻まであるんですけど、ちょ買ってないんですよね。読めてないということで、はい、ちょっとね、ワンピースも読んでいきたいなって思ってますけどもね。はい、続いてね、こちら隣の、ちょっと待って、ここ飛ばしてた。ワンピースがね、こうワンピースのね、映画のね、やつがね、ありますね。ちょ、映画はね、結構見に行ってるんですよね。はい、好きなのね。はい。ということで、こちらですね、隣の関くんという漫画がございます。こちら結構ね、面白いんだよね。あんまり有名じゃないんだけど、普通に漫画ね、面白くてね、ぜひぜひ見てほしいかな、なんて思っております。で、続いてこちらですね、ゆらぎそうのゆうなさんの最終巻がなぜかあって、地獄楽とか、あとこれあれだ、かぶっちゃった。2巻買っちゃったやつだ。たまにあるんだよね、同じやつを2個買っちゃうっていうね、ミスが起こってしまうんですけど、鬼滅の刃なんかに23巻の20巻もう2つ買っちゃったっていうね、なぜかもうミスを繰り返していくということで、はい、そして暗殺教室1巻2巻がなぜかって、山田エルフ先生っていう、なんかこれあれですね、さっき紹介したエロ漫画先生の漫画ですね、外伝みたいな感じのやつですね、はい、がありますということで、なんか鬼滅の刃のこれあれですね、金の微動みたいながありますけど、ということで、はい、もうちょっともう、もう噛んじゃったよ、もう、ということでとか言っちゃったよ、もう。ということで、全部紹介しましたけど、いかがだったでしょうか。もう疲れた。もうちょっと長かったよね、ごめんね、マジでね、結構バーってね、紹介しようかなと思ったんだけどね、思ったよりも長くてね、なかなかもう、こちらとしてももうきついですね、腕がきつくなっちゃった。はい、ということで皆様いかがだったでしょうか、この動画良かったよという方は高評価、そしてチャンネル登録、そしてね、皆さんのね、好きな作品とかぜひぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。この作品面白いよとか、この漫画おもろいよと書いてくれるとありがたいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。